ジミーさん、おはようございます。広島の久保です。いつもお世話になります。今日はジミーさんに少しね、トランザムのことで聞いてみたいことがあるので、動画を送らさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ではね、ジミーさんに聞いてみたいことの一つ目なんですけども、エンジンなんですよ。私のトランザムは83年式なんで、キャブレーターエンジンなんですよね。まあですんで、これからキー回しますけども、ちょっとね、かかりが悪いと言いますかね、こういう風になるんですよ。こういう風にエンジンかかるタイミングもちょっと遅いんですけど、そのかなりね、ガソリンをボンボンボンって吹き込まないとかからないんですよね。で、ジミーさんのトランザムを見てると結構一発でかかってるんじゃないかなと思うんですよ。あれはどんなお手入れが、まあ、あるのかなという風に思いまして、一つ目のちょっと聞いてみたいことなんですよね。で、二つ目なんですけども、これからちょっとちょっとだけ走らせますけども、キル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 って音がするんですよ。あれは何なのかなと思うんですよね。ちょっとかけてます。見ますね。そうです。この音何なんでしょうね。これね、バックしてる時だけじゃなくて、安定走行に入るとしないんですけども、最初ね、エンジンかけてしばらく、5分ぐらい走ってる間はするんですよ。何なんでしょうね、これ古いアメ車だからするのか、それともこの私の車の整備の状態によるものなのか、もうそもそもね、しょうがないのか、なんか方法があるのか、心配事なのかどうなのかってことですよね。いかがですかね。よいしょ。はい、改めまして、久保です。ちょっと逆光ですいません。暗くなってますけども。あと一つね、聞いてみたいのが、私ブレーキなんですよ。ブレーキは今のところ何かトラブルが起きてるわけではないんですけども、実はこのトランザムっていうのが、サイドブレーキがないんですよね。サイドブレーキが、まあ、このナイト2000仕様の都合上、隠れてしまってるんですよ。ちなみにコックピットなんですけども、その、サイドブレーキがね、あるところが、ほら、この、コンソールで埋まっちゃってるんですよね。本来ならここにあるんですよ。ここにあるんですけども、ないんですよ。こういう風に埋まってしまってますんで、この辺はジミーさんのと同じような、ナイトの内装かと思うんですけども、ただこれ、インパネをバン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 はめてしまってますんで、もうね、元の車が、この奥に入っちゃってるんですよね、ここら辺に。見えないと思いますけども、この辺にほら、エアコンとかね、見えます？全部入っちゃってるんですよ、ここに。あ、これ。コンポとかエアコンがあるでしょ。だからこれもね、操作むちゃくちゃ難しいんですよ、ほら。通常こっから手を入れて手探りなんですよね。ライトもそうなんですよ。この辺に、あれがあるんですよね。ヘッドライトとかがね、もう見えないですね、暗くて。暗くて見えないんで、いつも手探りで、こうやって手を入れて、フォグランプとかね、ヘッドライトとかをオープンするんですけどもね。ですんで、まあ、ブレーキが、その普通のフットブレーキしかないんですよ。ですんで、ブレーキの手入れについて、どういう風にすればいいのかなとかね、いつもいつも気になってるんですよね。まあ、走行中にブレーキに不調があった場合は、今のところ、パーキングにね、こう、ギアをバンと入れるしかないかなとは思うんですけども、それもね、なんか危険なような気がしまして、なんかね、いい方法がないかなと思ってるんです。はい、いかがだったでしょうか。いろいろとね、やっぱりこう乗ってみると不具合とかあるんですけども、まあそれもね、なんか困ったことに魅力なんですよね。あ、こんなこと困ったな、こんなとこ心配だなっていうのが全部ね、このアメ車の魅力、トランザムの魅力、ナイト2000仕様の魅力になってきてます。で、あれから私、このね、ナイト2000を所有してからすごく変わったことがあります。それはね、
アメ車がむちゃくちゃ好きになってしまったんですよ。なぜかこのなんかガソリンの匂いとか武骨さとかね、当時の荒々しい60年代とか70年代のこのアメリカのもうなんだかものすごい勢いを世界中に発信している息吹とかね、文化とか、もちろん冷戦とかいろんな人種問題とかあったと思いますけども、そういうところではなくて、もうこのね車を中心に世界が回ってきたっていうこの瞬間のこの原動力っていうんですかね、それがね、すごくドラマチックだなと思ってるんですよ。なんかちょっと表現しにくい魅力があるんですよね。これからもねガレージもそうですけども、他のこともね、そのアメ車、特にアメ車に私はねちょっと関心を、強い関心を寄せていこうかなと思っております。これからもよろしくお願いします。では失礼します。